今回も始まりました猫で5番地、私猫ビジョンの北谷美恵と5番地雑貨研究所大塚千尋でお送りします。どうも前です。今日もなんか離れて、僕顔が映ってるんですね。多分顔ちょっと映ってます。はい、はい、ね、今日離れた場所から、こんにちはですね、はい。でまあこの間そのなんか5番地さんが、はい、まあ、日本語に関してですね。はい。なんか言うたはったが、ちょっと僕の中でちょっと気になってて。ああ、ちょころっとつぶやいた。気持ちが悪いって言われてるわ。気持ちが悪い。そうですね、うん。僕もちゃんとした日本語喋ってるつもりはないんですけど、もう多分間違った日本語いっぱい喋ってると思うんですけど、その中でもまあ、作業してる中で、こう、うん、たまにね、はいはい、なんかこう、この部分を、この部分、やすっといてよとか、言われる。うん、ですよね。やするって何、何ってなったんですよ。すごく気持ち悪いっていうかね。やすりをかけることを。そうそうですね。やするっていう。やするって表現を。はい。まあ実際、やするっていう表現はないはずですからね。でしょ？それは、やすりっていう名詞に、うん、名詞をこう、うで終わらして、うん。うだんで終わらして、動詞にするみたいな。動詞にするって感じですね。はあ、それってね、パイナップルとかそういうことでしょ？どういう動詞かわからへんけどね。はいはい。まあそういうことですよね。パイナップルみたいな。うん。あ、パイナップル食べるっていうのを、そう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 、じゃあ今日パイナップルって言われたら、なんか嫌やな。なんか嫌っていうか。なんか嫌だ。うん。でもまあ。気持ち悪いじゃないですか。うん。でもなんかね。あ、じゃあ、いろんな日本語あるとは思うんですけど、はい、釣りとかで、ほげるっていうのは、はい、あれは、ほげる。ほげる、あ、ほげる、はい、はい。ほげるってちゃんと元の日本語あんのかな？普通にこれ気持ち悪くないんですけど。そうですね、気持ち悪くないですね。あ、今日もほげたよ。ほげるっていうのは、うん、簡単に言うとどういうあれなんですか？もう全く釣れなかったとか。そうそう、釣れなかった。っていうことですか？まあ、釣れなかったっていう言い方いろいろある。坊主であったり。あります、ね、坊主あります。はい。まあ、ほげるっていうのも確かにそうだけども、はい、他に何かあったかな？他何かありました？釣りで坊主ほげる。何がありましたかね？デコるや。デコる。今日デコった。おでこ。ああ、おでこね。多分ね、坊主にから来てるかもしれない。ああ。そんなんもあるけど、それはデコるっていうのは、デコレーションのデコルの方をピンクを思い出しますね。状況によっては、やっぱりそっちの方がいいと思いますよね。デコルか。デコル気持ち悪い。デコルはクリスマス、あんまりクリスマスやし、お家デコっとこうみたいなんて。でもそれはなんかこう飾るっていうその動詞発信だよね。あ、動詞発信か。あ、そう、飾るに近いんか。うん、はいはい。でしょ、なんかあとディスルとか最近よく言うじゃないですか。あ、ディスルね。あれはディスルは何を閉じ？リスペクトでしょ。あ、ディス、え、もう一回言って。ディスリスペクト。じゃあ、あ、そうかそうか。だからその尊敬しないみたいな感じじゃないですか。うん、多分イメージ的にはイメージ的にはあれですよね。けなす的な雰囲気はある。そうそうそう、うん。だからやっぱり動詞発信じゃないですか。やするってだから名詞発信やから。あ、そうかそう。あとはこれはどう？ファボル？ファボル。ファボルでツイッターとかに出てくるの。あれは、ファボルはフェイバリットやから、はい、要は、はい、お気に入りでしょ。ああ。それは何なんですか？形容詞なんですか？いや、お気に入りにするっていう感じやから。ああ、動詞なん。動詞的なのかな？気に入るんですもんね。いや、気に入るっていうこと。ああ。それは、気持ち悪くないですかね。それも別に気持ち悪くないですね。みんなが使ってる雰囲気やったりすると、馴染むっていうか。ファボルとかっていうのはあんまり、こう、昔からあった言葉じゃないじゃないですか。あ、そう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 。で、ヤスリをかけるとか、研ぐ、うん、する。ヤスリは名詞なんで。だからあれね、そうそうそう、ヤスリは名詞やけど、ヤスリって感覚的に、
なんだろう、今、あの、ボボネさんが言ったみたいに、例えば、はい、粗さによって言葉変わる気しないですか？ああ、そうか。あの、一番、粗いやつやったら削るやし。削る。で、そうね。ヤスリかけといてっていうのも雰囲気ある。はい。で、はい、ヤスリで言うたら、もう、ま、目が細かくなるんですけど、磨くから研ぐとか、ああ、そう、ね。なんかそういう、なんだろう、目の細かさで、言葉が丁寧に変わる気がするんですよ。うん、そうですね。ありますね。だそういうニュアンスがあるから、やするっていうのが、どのくらいの荒さやねん、みたいな。ああ。そんなニュアンスちゃいます？気持ち悪さが。それはそうですわ。うん。確かに僕らも、あの、形を変えるほど、あの、やすりを当てるときは、削るといてって言いますもんね。な感じでしょ？うん、でもね、あと他、何やろ、何かあります？ガメル、ジャムル。ジャムルは詰まるでしょ。詰まる、はい。ジャムルはあるよね。あと、あの、ガメルっていうのは日本語として。ガメル、ガメル、なんか、盗むような。盗むでしょ。あれはでも日本語であんのか、もともと。そうっすね。ああ、そうかそうか。あの、ピオルは？ピオル。ピオル？あの、ストリートファイターで、ダメージを受けたときに、はい、ピヨピヨピヨって。そうそうそう、頭の周りにひよこが飛んでる状態。ピヨピヨ、ああ、そうか。あれはでも、どっちかというと、オノパト、オノマトペ。ああ、そうかそうか。発信ですね。オノマトペ発信か。なるほどな。また、ちゃう、あれですよね。それは、オノマトペ発信。あ、でも、気持ちは悪くない。悪くない。悪くないですね。そうそうそう、昔からあるやつ。あ、そうかそうかそうか。が、今急に変わってたりとかすると気持ち悪いのかな。そうなんかな。いや、多分ね、ヤスル限定なんでしょうね、多分。あ、そうそう。それ以外はそんなに気持ち悪くない。そうなの？でも、でも、あと、まあ、これは動詞的じゃないけど、はい。キモいとか、要はあの、あ、なんか、もともとは気持ち悪いを略してしまうわけじゃないですか。はい、はい、はいはいはい。あと、なんだろう。気持ち悪いとかね、うん、他なんか縮めた感じ？うん、ちょっと待って、気持ち縮めたじゃないけど、ナウイって言ったらどうなんですか？ナウイって久しぶりに聞きましたね、でもね。うん。でもあれは普通に使われた言葉じゃないですか、その時代はね。ああ。で今になったら逆に死語になって、はい。そのなんか今風じゃないものに対して。なんか、わざとナウイっていう、言い方が、押したらなんかちょっと変な違和感が出て、はい。なんか、なんかダサいものっぽくなるじゃないですか。ああ、そうですね、うん。そういう意味ではそうか。使えることもあるかな。ナウイっていうのと、うん、あの、よくこう、何、今、ラーメンナウみたいな。うん、ありますよね。あ、そうか。あのナウは、同じようなことじゃないじゃないですか。あ、違うね。意がつくだけで、うん、その、ナウイは最新でおしゃれみたいなイメージ。意味だったけど。うん、でも、ナウはもう、今っていう。うん。何、ナウは。っていう感じじゃないですか。今、俺こうだよっていうことですね。うん。でも、今でも言うと、日本語、日本語言うてけど、日本語でいいのか。ナウも、ナウイも、日本語か、うん。うん。難しいですね。そうか、なんか違和感のやつある。あ、こうなんだ、こうなんだ。はい、どうですか。あの、川口博士が、はい。あの、なんか、探検に行くときに、はい。俺、来週ジャングルから、あの、携帯一週間繋がらへんで、みたいなの言われたら、違和感あるんですか、これ。これ嫌な感じ。ジャングルか。ジャングルは、面白いから、OK か。あ、そうなの。でも、それは、要するにその名刺発信ですもんね。あ、名刺発信か。それでもあれ、ジャングルっていうのはある意味こう茂るみたいな、生い茂るみたいな、なんかイメージを。ジャングル探検に行くんとかじゃなくて茂る感じかな。そうそうそう、茂るっていう、だからこうお前胸元ジャングってるでみたいなこそ。あ、なるほど。ギャランドゥみたいな、ジャングってるみたいな。もうギャランドゥでいいやん、それは。ギャランドゥは、もう、もはや、あれは名詞でしょ。あ、そうですか、そうか。生い茂るっていう。じゃあ、これ、あの、あれ、あの、不動明が、
はい、ちょ周りの人に、ちょっと今離れといて、俺今からデビルかなって言って、デビールってレッテッテレッテーいう感じ。それはバレますやん。あ、そうか。あと知られてあかんねん。そうそう。今からデビルって言うたら、それはまあ確かになんか稲妻もあるし、大きくもなるし、うんうん。ちょっと危ないよね、あれ。確かに危ないですよね。うん、服も破れるし。ちょっと離れといて。ちょっと服も破れるし、ちょっと見てほしくない感じあるじゃない。ちょっと恥ずかしい。でも自分からデビルからって言うたら、ダメだ。からってだからほら、しかも言うてるという。大きい巨大化しながら、デビールって、これ同詞やから。同詞それは同詞。俺今、デビールっていう。ああ、そうか。これは気持ち悪い。電子発信やな。気持ち悪くない？じゃあ、それは気持ち悪い。いや、気持ち悪いよ。あ、そうなんや。デーモン、コグレも使えるね、でもね。あれ、普段からデビってるから。別に変身はしてない。でも、例えば、ね、何ですか人の何でしたっけこう世の姿を借りた姿みたいなのありません？なんかそれ言いません？うん、何でしたっけまあなんかその姿で入ってくるわけじゃないですか世を忍ぶ仮の姿かなんかでこうえちょっと待ってあれは、うん、あれ素顔でしょあれがそうそうあれが素顔なんですよ、うん、じゃあデビってる状態じゃないですかデビってる状態なんですけど来るときは世を忍ぶ仮の姿じゃないですか。あ、でも逆にそっちの方が見たことないから。あ、そうか。うん。でも、知ってる人多いでしょ業界の人は。あ、いやいや、わからない。俺業界で。あ、小暮さんみたいな。うん、ちゃうんすか。わかんない。そうか。まあ、それはまあでも、まあまあ、あれだけど。でもね、なんか、はい。なんですかね。その、例えば略したり、はい。名詞っぽいものを、その、はい、動詞っぽくしたりっていうのが、はい、気持ちいいか気持ち悪くないかっていうのは、単純にセンスがいいか悪いかだけの話、うん、重いかどうかみたいな話でしょ。うん、多分、ヤスルは思わないんですよ。ああ、なるほど。まあまあ、面白いとかって言って、狙って言うてるんじゃない多分、言いやすいんでしょうね。そうなのか。あ、まあ、でも略した系なんかな。でもね、昔から、こう、うん、ある言葉やと思って使ってる人が多いみたいですね。例えばさ、うん、ダベル。ダベル。ダベルっていうのは、はい。いや、なんか無駄話をするみたいな。はい。でしょあれね、はい、調べてみたら、ダベルは、ダベン。ダベン、はいはい。要はその、何ダ、無駄のダーやな。はい。駄菓子のダーですね。そう、ダーに弁論の弁。はい。はい、で、それが、なんか、ちょっと見てみたら、え、これ明治時代なんかな。その学生の間で使い始めたみたいなのが書いてある。うん、あ、結構、昔の言葉なんだ、ね。ダベルは古い言葉なんですよ。だけど、作ったのはその時の若い感性が作ってる。ああ。っていうことでしょ。あ、じゃあ最近もしそのヤスルっていうのが、うん、その今生まれたんだとしたらもうついていけてへんおっさんやないかっていう話ですね。いや多分センスがないと思う。そうだけ。そういう話ですか。そう、あのヤスルはセンスがないと思う。なるほどね。なんというかもうそんな気がする。うん。あ、じゃああれですか。やっぱりセンス。が必要なんですね。パクるとかもセンス必要ですもんね。パクる？パクるっていうのは何が略されてんやろ？え、パクるは、あ、普通に動詞なのこれ。パクるは動詞なんですかね。あれは警察から出た言葉ですかね。あ、ほんまに？あ、そうか。わかんないです。検挙するはパクるなのか。なんかこう、犯人をパクるとかじゃない？わかんないけど。すいません、息ってダベルは調べましたけど。ああ。なんかちょっと予定にないやつ喋ってもらったら、わからないいや、まあ、でもほら、パクるっていうその行為自体もセンスいりますやん。まあね、そうだね。パロディにするとか。パロディはね。ね。うん。だからやっぱり何でもセンスが良ければ許されるっていう。部分は確かに、まあ、全部は全部ではないにしても。ああ。うん。要はまあ、パロディなんか特に原作に対して愛があるかないかみたいなのがなんかわかるじゃないですか。うん、そうですね。うん、元ネタ、うん。あ、これ元ネタ、お前知らんやろみたいなのは、やっぱり
あかんじゃないか。ああ、なるほどね。うん。その辺のさじ加減、まあ、センス、だからデビルはすごくセンスが良かったと思いますよ。普段あんま使わないですけど。いや、デビれる人があんまりいいんでデビれる人が、そうですね。うん、デビルまさみとかも、デビルしっていうことですかね。まあでもなんか、あれかね。怒ったら、ちょっと、まあ、デビルに近い人もいるかもしれないけど。あの人だいぶデビってる感じするみたいな。あ、じゃあこれからも猫でボバンチとして、そのそういう話が出た時にはそのデビルっていう動詞をバンバン使っていきましょう。どのタイミングで使うねこれ。そうそう、表現するそのまあまあね、に表現する人に対して、うん、あの人デビってるよねみたいな、デビりよったみたいな。使うの難しいよこれ。ですね。はい、まあまあまあ、じゃあ、こう、なんかもう、ちょっと僕喋ること好き、好きできないですね。そらもうしゃあないですね。ここはもう、終わる。うん。終わる。だって、ごめん、ちょっと20分ぐらい喋ってる。引っ張りすぎめっちゃ発症の大変、はい、はい、まあまあそういうことでですね、はい、まあどういうことかわからんけど、まあこういう感じでそのやっぱ日本語、うん、うん、まあそうですね、気持ちのいい日本語は残るやろうし、気持ちの悪い日本語は誰も使わなくなるよっていう、あ、まあまあ淘汰されるんだろうなと。まあ最後にルが聞けばとりあえず全部動詞になるっていう感じですね。そっか、そんなんでいいのか。まあ、はい、まあまあまだね、またそういうのあったらちょっと討論をしていこうかな、はい、はい、ということで、まあ、今回は、はいはい、ではまたお会いしましょう。 See you next time。 ということで、ごばーん。